イングリッシュハウスのヒデです。今日はですね、香港に来てます。はい、めっちゃ人多いね。ねだからね、ここはすごい人で、でここはチョンキンマンション、ここ泊まってました。あ、ホテルなんですか。うん、ここね、この中にね、ゲストハウスというか安宿が、うん、多分空き家にもね、100軒ある。今回泊まったインド人の、僕が泊まったのはね、ニューワシントンゲストハウスっていうところだけど、うん、そこインド人オーナーが言うてたけど、何軒あるかわからんと言うてたわ。でもなんか僕は知ってるんですけど、うんうん、これ治安悪いとこでしょ。いや昔はそうやったみたいね。でも今殺人あったりなんかね、なんか薬の売人がおるとか、ね、いやいや、でも今は大丈夫で治安も良くて、まあインド人かなり多いから、うん、まあ、ガンガン強引な客引きみたいなのあるけど、中にはね全然安全というか、まあ確かになんか人いっぱいいますもんね。そうそう、もう旅行者も全然多いし、中には両替所たくさんあって、まあまあ香港では一番レートがいい感じかな。空港で買えるより全然こっちで買えた方が、うん、まあ空港からすぐ出てこれますもんね。そう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 、うん、本当になかなか、まあ部屋は微妙やったけど、まあまあ快適に。でいくらくらいなんですか。ね、2泊泊まって、320香港ドル。いくらですか。まあまあ4000なんぐらい、1泊2000ちょいぐらいかな。だからドミトリーもあって、まあ、ドミトリーにしようかなと思ったけど、ドミトリーとその一人部屋で風呂トイレが部屋の中にあると値段がその変わらんという。あ、ちゃんと風呂トイレはついてるんですか。なんかね、病院みたいななるほど個人部屋みたいな感じだったけど、まあまあ狭い感じで、はあ、じゃあ朝ごはんとりあえず食べに行きましょうかね。行こう。そうなんですか、うん、これが京都麺。じゃあじゃあね、はい、おワンタン麺。何頼んだんですか。これワンタン麺。なんか香港っぽいっすね、ワンタン。ねえ、なんかね、日本やったら肉やけど、こっちはエビのワンタンやな。せやな。実は香港で2つ目、今回2回目のワンタン麺。好きなんですか、ワンタン麺。なんで？ワンタン麺好きですか。うん、好きというか美味しいじゃん。ね、日本であんまないし。エースコックのやつ美味しいじゃないですか。あれ、身入ってない、具が入ってない。じゃあちょっと僕がね、いただきます。香港といえば、はい、ワンタン麺やし、ね、麺料理や。いただきます。いやでも今歩いてきたら結構いっぱい店ありますね。うん、すごいよ、大都会。朝からね、普通に開いて、うん、いやほんまに朝まで開いてるから、ほんとすごい。なんか今ね、日本は労働基準法だなんだ働き方改革だかね、言うとるな、ね、言うとるな、うん、どう麺は。こんなもん、はい、まあ、日本の方がうまいわな、間違いなく、うん、そうですね、うん、でもまあまあ物価高いから。パクチー。あ、パクチー入ってんな。パクチーあかんの。パクチーね、食べるたんびに嫌いになりますね。マジで俺好きやな。この後どうしましょう。この後、香港といえば、といえば、うん、100万ドルの夜景。うんうん、100万ドルの夜景ね。それが香港ドルなのか米ドルなのかっていう話やな、うん、っていうのを言うてたな、うん、もしくは、世界で一番安い米ドルがジンバブエドルか、うん、ジンバブエドル差額はどんだけあんねやろな、うん、ね。まあまあ香港といえば僕ね、まあ、ブルース・リーとかジャッキー・チェーンとか好きやん。ジャッキー、うん、
ねえ、ジャッキー好き？まあ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 かよ、俺はジャッキー世代やからな、言うてもね、なんか香港で嫌われてるらしいですよ。何で？調べたら。そうなん？結構日本では報道されてないけど、うんうん、結構ジャッキー・チェンとお騒がせの人らしいですね、うん、ああそう、マジか。どう騒がしてんの？うん、まあそういう不倫したり。ああそうだ。え、映画でとか子供もわちゃわちゃしたり。マジで？まあ見たいですね、人ですね。なんかお金の使い方とかね、映画の撮影でわちゃわちゃしてるんじゃなくて、なんかそんならしいです。すごいアクションするじゃん、うん、スタントなしでね、うん、そうか。でジャッキーの、うん、どっか行くんですか、ロケ地。うん、行こうか。行きましょう。うん、どこがいいかな。調べてくださいよ。調べてみよう。調べてみよう。じゃあ食べましょう。はい、行きましょう。はい、じゃあせっかくなんで呼び鳴らしたらその場所行きましょうか。マジで食うてからやで。食うんで食いながら今指鳴らして。はいはい、はい、来ましたよ。どこですか、ここは。ここがね、ジャッキーが映画「ポリスストーリー」で撮影してた。ポリスストーリーってみんな見てんすかね。どうなのね、僕ら世代やからめっちゃ見てたけどね。ジャッキーはね、ここからね飛び降りたい、ね、1階まで、下まで、ね、ざっと覗いてごらん。1階っつうか地下ですね。そうやな、地下何階かあって、ここから飛び降りて、なんかね、ポールが立ってて、うん、ね、それ電気があって、そこに飛び、いや、すごい、それは死にかけるはずやでっていう。いやいやいや、すごいね、感慨深いよ、ほんと。今も飛び降りられへんみたいにこんなんなってるけどね。飛び降りる人いないでしょ。いやー、ジャッキーがおらんやろね。ね、まあまあこんな感じ。まあ特にね、何があるってわけではないですね。まあまあ、あのジャッキーみたいにバイクを乗り回してくれるわけでもなく、まあこんな感じですわ、ね、誰もいないし、店も閉まってるし。ほんまやね、ほんま、もう閑散としてる、ね、じゃあ、あのちゃんと今日のメイン目的地、はい、どこ行くんやろ。行きましょうか。はい、行きましょ う、 もう。はいはい、やってきましたよ、駅です。あ、地下鉄の駅。うん、ここからちょっと電車乗って、はい、アルフェリーターミナルに行って。アルフェリーターミナル。マカオでしょ、マカオ。フェリー乗ります。はい、フェリーでマカオ行っちゃいましょうか。行きましょう、行きましょう。ね、じゃあちょっとついでいで。え、なんすかそれ。あれ、早く早く。ちょちょ、待って、え、切符買って。え、なんすかそれ。切符買うとかあるよ、あの辺とか、はい。いや、これ言うてくださいよ。いやいや、このカード、いや持ってる思て。なんすかそれ。いや、これチャージしたら、はい、あのピッピッって開いて、みんなこうやってるよね。日本のイコカとかスイカみたいな感じだね。え、切符ないんすかね。切符あるよ、切符リバ多分この辺あるんちゃう、あっちとか。うん、まあ買っといて。買ってきます。え、これ何に使えるんすか。いや、これね、あのコンビニとかでも、セブンイレブンとかであの商品買えたりとか、いろいろ。バスも乗れるし。ああ、それで何でも行けるんですか。オクトパスカードで言うて、まあまあ何でも乗れる。ちょっと買ってきます。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、地下鉄。電車来て。電車来たし。はい。乗ろうか。てかもうほんまに全面なんですね。飛び降り防止。飛び出し、ね。それはもちろん危ないからね。いろんな国の人らが来てるから。まあ、安全がいいじゃん。はい、じゃあ乗りますよ。こんな感じでね、あの椅子が硬い。で、あの優先座席はもうしっかり守る。みんな譲ってはるね、うん、この辺はやっぱり日本とは違うね。どこまで行くんですか。首都駅、2駅やん。セントラルまで行って、はい、青いライン乗り換えて。あ、2駅乗って、これちょうどあの海の下通ってるから。あ、そうなんですか。うん、そう、海の下。こっから、香港の夜景とか見えて、うん、
それでフェリーでも渡れるんですよ、もちろんさっきのカード使って、まあ、さっきのカードで船も乗れん、船も乗れる。どうする？エコノミーは2時35分しか空いてないんで、次の1時15分はあのスーパーしか空いてない。別にいいっすよ、スーパーしますか。スーパーどっちでも。オッケー、スーパー、スーパー2ピープル。あ、ペラー、あー、あー、あー、豪華プラスや。Thank you. Thank you. 結構揺れるね。ね。うん。結構な満席や。着いたね、マカオ。ダメじゃないですか。なんかマカオって書いたとこはないね。ねえ、船で来たけどねえ。How much? How much? 700 1万円1万円か。行きます？まあまあ、2時間で、okay. 2 hours、yeah. じゃあ OK OK? OK Let's go。 おっちゃんに引っかかるっていう。雨の中今から2時間の、マカオツアーに参加します。キャッチのおっちゃんに捕まりました。いやいやいや、エザマカオは何回目ですか？3回目ぐらいかな、うん、毎回どんな感じなんですか？カジノ行かれるんですか？毎回まあまあ一緒に来てカジノ見てみたいな感じかな。この間来た時はまあ、世界遺産回って、うん、なんか僕それ知らなかったですわ、うん、マカオって僕カジノしかないと思ってて。いや世界遺産がめっちゃあんね、うん、なんかあんのかな知らんけどね。で、マカオタワーの上でなんか食事して、うんうん、ほんならなんかね人の気配を感じるのよ、はい、なんかな外に鳥かなみたいな。見たらバンジージャンプしとって、なんかええタイミングでひょって人が落ちていくっていう。あれ面白かったけどね。うん、でそのま物価どうなんですか？結構高いんですか？高い、安くはなかったような気がする。うん、結構、うん、そんな変わらんじゃん香港と日本と。うん、うん、変わらんかったような。なんかね面白い街なんで。ね。どこの国なんでしたっけ？ポルトガルの植民地やったよね。うーん、香港はイギリスやもんね。あ、違うんですね。うんうんうん、ちゃんとパスポート見せて入国して、うん、ね、さっきね。そうですね。目安いだ、ま、ま、だつまりぞ。そういうことだ。マカオタワー、そのマカオタワー、マカオタワーファースト、ファースト、デン、んただ、店舗、ハンマー。はい、お寺行って。だ、だ、セナドヒロパ。せ、あー、ここが、うん、ここが、うん。シンデポロ。これが一番有名な壁だけのやつ。いや、シンデポロ、マンケフォット。うんうん。オッケー？それでいい？ミス？フェストエア。マカオタワー行き、行きたい。オートション。うん、オッケーオッケー。はい、レッツゴー。Welcome to Macau Tower.We hope you will enjoy your visit to this 338-meter iconic landmark. This elevator ascends at 5 meters per second and takes 50 seconds to reach the observation level, where you can enjoy 360-degree panoramic views of Macau and the Pearl River Delta. これいくらってことですか？いやいや、めっちゃ高いよ。1香港ドルが
14.5円ぐらいやろ。いや14円とか15円なあ。15円としたらこんなずるんやね。もう全部やろうと思ったら10万以上余裕ですね。ほんまやな。っていうかめっちゃみんな飛んでるでなあ。すごいよね。飛ぶとこ見たいけどなかなか飛ばないですね。ああなあ、だいぶ待ってんやろな。すごいね。しかも日本人全然行けず。いやちょっとチャレンジする。いや高い高い。何が高さが、うん、値段がでもさすがやな、ガンちゃん持ってるな。雨が止むっていうのがさすがやな。雨やけどすごいね。雨も止んだし。いやなんか観光疲れましたね。だいぶ疲れた。世界遺産だいぶ行ったもんな、ね、マカオに30個ぐらい世界遺産あるからね。ほんとだいぶでね、まあ、ちょっと午前、まあ、朝昼の部ですかね。昼の部終わって、ね、移動から、はい、あの香港から移動からの世界遺産周りのもう言っても6時よ6時、ね、これからもう夜の部ですから。せやな。やっぱねマカオといえば、まあ、カジノやし、だし、ね、サウナだし、いろ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 ね。でもそこはもう全部カメラ NG ですもんね。そうやな、残念ながらな。ちょっとねまた次の動画かなんかで結果報告を、ね、またどっか行きましょうよ、はい、海外ね。ぜひぜひ。じゃあもうほな行くわ、はい、置いてかれるやん。あマコっぽい。